これを着たら親方様のところへ行く支度をしなさい。ここで待て。あ、はい。親方様、源氏でございます。このような日が来るとは、運命とは本当に不思議なものです。お入りください、ベアトリーチェ様。さあ、どうぞ、ベアトリーチェ様。金蔵さん、いらっしゃいましたぞ。ベアトリーチ、すまなかった、すまなかった。お前の心は分かっていたのよ。私は何という、すまなかった。許しておくれ、許しておくれ。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ、たとえ許してくれなくてもいい、何も言わなくてもいい。私はお前にただ一言謝れればそれでよかった。Thank you.
よくぞ生きていてくれた。嬉しいぞ。今日まで親方様に内密にしておりましたことをどうかお許しください。よい、よいのだ源氏。私の犯した罪を思えば、今日までの日々はすべて食材のために必要な日々であったのだ。しかし今日の奇跡は紛れもなく本物の奇跡でございます。彼女は誰の助けもなく自分だけの力で誰よりも最初に秘文を解いたのです。よくぞあの難解な秘文を解けたな。はい。母の声によく似ておる。面影も母や娘を思い出す。紛れもなくお前にはベアトリーチェの血が流れておる。はい、若き日のクアドリアンのお嬢様の面影がよく残っております。ベアトリーチェ様、これまで、あなたにも秘密にしてきたことを、どうかお許しください。あなたは、ベアトリーチェ様と親方様よりお生まれになったのです。え？真実でございます。あなた様は今日まで、両親のいない子として育てられてまいりました。しかし、本当のお父上は親方様。そして本当のお母上はベアトリーチェ様なのでございます。それは本当に？はい、あなたは本当にベアトリーチェ様のご子孫でございます。紛れはございません。今日まで親子の愛情も知らず、さぞやおつらい思いをされてきたでしょう。にもかかわらず本当にご立派に育たれました。皆さんは知ってたんですか、私のことを。ベアトリーチェ、いや、リオン。そなたに与えようと思っていた名前だ。あなたの本当の名前でございます。リオン、今こそそなたにベアトリーチェより与えられた全てを返そう。あの黄金も、それによって生み出された後ろ宮家のすべてもそなたに返そう。
我が子リオンよ、今日までお前の運命をもてあそんだのは全て私の罪のせいだ。許しておくれ。そなたは今や我が指輪を受け継ぎ、正しく新しい後ろ宮家の当主である。あの黄金は全てそなたのもの。好きに使い、今日までの日々の辛き思い出をわずかでも癒すがいい。あの程度の黄金、私の犯した罪には到底及びはせぬが、それでもそなたを慰めるくらいはできるはずだ。ありがとうございます。リオ、最後に一つだけ頼みがある。何でしょうか。私を呼んでくれぬか。え、すみません、今なんと。私をお父様と呼んでくれぬか。呼べぬ気持ちはわかる。私はそなたに何も父らしいことをしなかった。そしてそなたもまた父など知らずに育った。とても口にできる言葉ではないと分かっている。そしてそれを求める資格が私にないことも分かっている。だがそれを承知で頼む。それさえ聞けたなら、もう私に何の未練もない。ありがとう、リオ、我が子よ。そしてベアトリーチ、最後に許しを請う機会を与えてくれてありがとう。もちろんこれ式で許されたとは思いません。続きは地獄の豪華で焼かれながらとしようではないか。後ろ宮金蔵、我が姓に一切の未練なし。もはや何もなし。心残りもやり残しも何もなし。うわぁ、うわぁ、はお、親方様。南條先生。大往生だ。何の心残りもないだろう。親方様は、あるいはもうずっと以前にお亡くなりになっていたのです。それを親方様の魔法と執念で
今日までを長らえていたに過ぎないのです。そしてベアトリーチェ様に謝罪する機会をようやく得て全てを終えられたのでしょう。安らかにお眠りください。あなたは罪を償われたと信じます。お父様、この黄金はすべてあなたのものです。現金化をご希望でしたら、そのように手配することもできます。200億円の価値があるそうです。もうあんたにはこの世で金で叶えられぬ夢はありませんな。急にこんな大金が手に入っても、使い道に困ってしまいますね。お金で手に入れられるものの中に、私の欲しいものはありません。ですからこれは当分はそのままにしておこうと思います。かしこまりました。ではそのようにいたします。それからこの鍵を。これは？この地下貴賓室へ至る鍵です。これを使えばもう仕掛けを使う必要はありません。あなたはもはやこの六軒島の主です。この島のすべての秘密をお知りになられる資格があります。クアドリアンのことも話すべきでしょうな。あなたのお母上がお過ごしになられた隠し館です。お噂くらいはお聞きになったことがあるでしょう。クアドリアン。この島の両端には二つの屋敷があります。一方は私たちのよく知るお屋敷、もう一方はクアドリアンと呼ばれる隠し屋敷でございます。この島の地下には戦争中に作られた基地の跡があるのです。親方様はそれを利用されて島の両端を行き来されておりました。この部屋の奥に地下道があり、それを進めば島の反対側のクアドリアンの地下につながります。親方様しかご存知でない秘密の屋敷です。もちろんその屋敷ももはや新しき当主のものです。あんたのお母さんが暮らしていた屋敷だ。一度行ってみるのもいいだろう。私のお母さん。何でもお尋ねください。今のあなたには全てを知る資格がございます。今は何が何だかわからなくて、何から聞けばいいかもわかりません。でもきっとたくさん聞きたいことがこれから見つかると思います。その時教えてください。かしこまりました。あとそんなにかしこまられると居心地が悪いです。これまでと同じ口調で話しかけてくれた方が嬉しいです。それをお望みでしたらそのようにもいたします。私もその方が